その時がやってまいっちゃった、はい、あー緊張してる、うん緊張する、ちょっとやっちゃったごめん、あー弁護すればよかった、弁護すればよかった、やっちゃった。はいどうも皆さんこんにちは、白黒チャンネル中2です。グッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。はい本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、いやーやってまいりましたよ、やってまいりましたね、この時がついにこの時がやってまいっちゃった、はい、あー緊張してる、うん緊張する、ちょっと、はい何をするんですか今日は。はい今日はですね、先日追加されましたかなりの強敵闇の魔物たち、はい闇のイフリートと闇の精霊が出てくるこちらの高難易度クエストに私チュニーが挑戦していきたいと思います。いってみーチュニー。これ大事だよね、大事大事、はい、結構いいこと言ってるからね、はい、はい、ダークイフリートは火と闇、うん、ダーク精霊は水と闇の強力な魔法を使用してくるので、はい火、水、闇の耐性対策、属性対策をしておかないとまず攻略は難しい。またイフリート、ダークイフリートにはビーストキラーと水属性攻撃、ダーク精霊はバードキラーと火属性攻撃が効くので武器やアビリティを駆使して弱点をついていこうって書いてあるんですが、弱点をつきすぎると怒っちゃうからこの辺の塩梅ですよ。まあまあ、ね、まあまあ、まあ、一般人はあんまりつきすぎませんけどね。肌に出ちゃった。はい。まあ味噌汁先輩みたいにちょっと聞いた三積みとかしていくとちょっと削りすぎちゃうんですけど。ちょっとね、やべえってなっちゃう。まあちょっと激ボコプンプン丸になることがあるのと、結構ねあのデバフが注意しなきゃいけないんですよね。そうなんだ、ね。だから多分初見で本当にあの攻略を全自分で攻略したいという方は、うん、多分初見でやられたと思うんですけど、うん、結構ね注意すべきポイントがいっぱい。あるんですが、まあ、結構ねそのクリアもね何回もみんなしてたりとか、みそちゃんもねあの攻略をかなり進めておりますので、ちょっと今回はがっつり攻略っていうか、はい、まあまあ正当攻略、うん、まあやり方というか、まあ、皆さんにもまあクリアしやすいような形で挑戦できればと思います。はいというわけでお待たせいたしました、こんなパーティーです。はい、セシル光の戦士いいね、壁が2枚と回復1枚バッファー1枚、回復2枚、うんって感じですね。いいっすね。でみそちゃんのティーラさん、まあちょっとねうちのティーラさんはちょっと頑張ってます、まあ、ぶっちゃけティーラかオルランドゥさんあたりの火力がいないとかなりきつい。そうだね、なんかあの、うん、1枚火力入れてみんなで守るのが、うん、そう、まあ、まあ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 、うん、一番いい、ね、なんでちょっとまあフレンドさんに、うん、ちょっとお借りするのがいいと思います、持ってない方。私はティーラもオールランドいないので、今回の火力はフリオニールさんですね、はい、フリオニールさんキラーバリバリ持ってるので、いや強いよ、どっちも持ってるから、ビーストもバードも、そうなんでまあ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 ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、でまあ装備なんですけれども、はい、一応その属性対策はやってます。そうですね、フレームシード火を上げたりとか、あと精神ですね、はい、あと精神では HP をかなり上げてます、うん、でこちら一番最初とか、まあ、途中もそうなんですけど、うん、結構その闇フリートちゃんとか精霊ちゃんが、うん、結構自分にバフをかけてくるんですよ。そのバフがね、そうこれもう解除しないと即死なので、もうねバフの倍率高い、やばい、もうなんかもうなんかもう殺す気、殺す気満々だから1ページみたいな。そう、こちらの天下御免はですね、ギルガメッシュ降臨のアイテムを使用せずにクリアという条件を満たすとミッションなんだ、ミッション達成報酬でございます。はい、続いてはい、はい、光の戦士さんですね。もう光の戦士さんも覚醒してかなり強くなった。はい、超使える子、セシルとの住み分けがいいですね。いいですね、はい、とてもできてます。はい、でこちらも精神ですね、基本的にあの魔法をかなり光の戦士さん受けてくれるので、はい、精神上げてます、はい、で波動の杖ですね、これゲットできる波動の杖で、こちらもデスペルがそう、うん、使えるようになるので、うん、まあ、デスペル要因としても使えますし、はい、あとこれもストーリーでゲットできる、これもいいね、うん、ドラゴンヘルム、これも属性が上がるのでかなりおすすめです。はい、黒のチョーカーもいいですね。そうですね、混乱防止、うんうん、混乱が厄介なんだよ、厄介厄介、火力系が混乱した時の、うん、あーみたいな、お前の一撃は全然だみたいな、やめてみたいな私仲間みたいな、そうそうそうですね。で、はい、この霊式のイベントでゲットできた僧侶、はい、の鎧ですね。はい、はい、で
ディアボロスが闇作耐性ついてるので、うん、結構耐性的には上がってます、うんうん、こんな感じ、うん、いいっすね。まあ、水だけ入ってないですけどね。まあ水はかけれますからね、うん、そうですね、はい、ティーダの方でかけます。続いてですね、はい、続いて、ルルカちゃんはドラゴンの盾、こちらもストーリーでゲットできる、うん、鍵でゲットできるやつかな、はい、うん、こちらも属性耐性かなりアップするのでおすすめですね、うん、で、剣盾装備つけてます、はい、あとは HP をちょっと上げてる感じかな、と精神ですね、うん、はい、そんな感じのルルカちゃんです。続いて、はい、一応フリオリールさん、投げトラマスがついてます、うん、お、まあ、願望ナイフですね。これは取りやすいですね。そう、取りやすい、二刀流。そう、この願望ナイフをつけるだけで、二刀流になるという、うん、まあ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 、まあ、ちょっと取りやすいトラマスっていうことでちょっとつけてます、うん、はい、で、連続マキアルガとか使える子がいないので結構回復足りなくなっちゃう場合があって、うん、そうだね。なんで一応ね、何があってもいいように、何があってもいいように、まあ、フリオリールさん攻撃しなくても、まあまあまあ、ぶっちゃけいいので、そう、あのちょっとティーダさんに思いっきりもう火力は任せて、ティーダさん、うん、フリオリールさんちょっとサポートで攻撃するみたいな感じなので、ちょっと持たせてます。結構自由が効くのでね、はい、まあ、何でもできますね。削り切る時にも殴れるし、殴れる、回復もできると、はい、そう、いいキャラ。しかも装備は幅広いっていうのがね、ねえ、いいね、うん、はい、次ミーフィリアちゃんですね。この子は14の、うん、イフリート討伐で手に入った子ですね、はい、これいいイベントでしたね、とてもね、すごく、うん、またこういうイベント来てほしいなと思いますけれども、はい、まあ、この子は、うん、ネコミミフードちゃんです。かわいい。これはデブチョコボからね、はい、交換できる、ね、結構とかかりますよね、うん、まあいいや、はい、これ属性耐性上がるんですよ、はい、ネコミミフード、めっちゃ上がりますね。そう、魔力も上がるし、そうなんです、うん、なんでこれと、あとレッドジャケットですね、いいね、これもかなり上がります。なんでこの子も、かなり上がってます。いいね、うん、もうこんなの痛くないってなっちゃう。そうなんですよ、はい、なんでもってこのミンフィリアちゃんのすごいおすすめなところはこの特殊ですね、うん、このカゴ系の、そう、これが超カゴですよ。一属性しか上がらない代わりに、うん、その一属性の耐性がもうふわーですよ。そう、ふわーですよ。めっちゃ上がる、はい、でめっちゃおすすめですし、このガードオーダーだと味方全体の防御精神上げられるので、うん、まあまあまあ、ちょっとあのルルカちゃんがね、あの使えない時にいいかなっていう感じです、うん、はい、いいですね、ディーブブル使えない時にいいかなっていう感じです、はい、あとはあれですね、うん、あの今ある装備とか、うん、あと、まあ、特殊アビリティだったりとか、うん、あの魔法だったりとかでカバーできる耐性って火とかはね意外とあるし、うん、水もねティーダとかが出てきて結構あるんですけど、闇がなかったんですよ。なかった、今まで装備でもあんまり闇属性ってカバーできなくて、うん、闇風闇精霊の時に闇いて、闇みたいな、しかも最初に闇デバフしてくるんですよ、やつら。だからもう本当に闇耐性あげる子誰みたいなね、そう時があったんですけど、この子の登場でだいぶ楽になりましたね、はい、だいぶね、しかも手に入れやすかったですね、はい、入れやすい、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、まず初点、まあ、セシルさんは先制攻撃されまして、はい、まあ、こっちの体勢下げられて自分の体勢を上げてきたの、体勢じゃないとステータスを上げてきたので、うん、天下免護して、はい、ミンフィーでは黒しっカゴします。闇属性耐性上げます、うん、とにかく耐性をねさっさと上げて、はい、アタックした方がいい。テイダさんは、ブリッツマインド、はい、水属性耐性上げます。いいですね、これで水属性カバーですね。これ MP も増えるんで、うん、すごくいいですね毎ターン。はい、で、まあ、フリオニールさんは、まあ、フィンブライヤですね。うん、で、いいですね、味噌汁おすすめのイフリートから倒していく対策でいたいと思います、うん、これ、両方同時にいかないと、うん、両方両時に片方ずついかないと、どっちか倒したってね、どっちかがマックスになるんですよ。そうですね、 HP がね、だから中途半端に削っていくとよくない。そうです、片方からいきましょう。はい、ということで、あとはブレイブプレゼンスかな、うん、はい、狙ってもらって、で、ルーカちゃんは初手でディープブルー防御させてあげます、はい、あとはですね、はい、ダークイフリートが防御力とかを下げると激おこなんですけど、うん、攻撃力は下げてもセーフ。そうですね、なんで、はい、なんでフルブルーはダメだけど、パワーブレイクとか光の戦士っていう、うん、下の方にあるうん、なんとかイレイサーなんだっけ、アーマーじゃなくて、はいはいはい、あったね、アーマーイレイサーのもう一個のなんだっけ、わかったわかった、ね、アームズイレイサーかじゃなくてアームズイレイサー、アームズイレイサーは、うん、OK、 OK、っていうのが、まあ、一応攻略としては、ね、アムズイレーサー入れちゃう、さっきじゃ、うん、そうするとめっちゃ
痛くないよ。じゃあそれで入れてこう。先にでも。あー違う。あれ。天下ごめんなさい。あべべ。あ出てた。やっちゃったごめん。あ麺をすればよかった。麺をすればよかった。やっちゃった。やっちゃった。今よかったよかった。行って意味なし。うん。まあ次です。多分大丈夫だと思う。さすがに。うん。はい。あの一手には全然大丈夫ですよ。耐えれます耐えれます。守ってくださいね。うん。痛くない。まだ痛くない。まだ痛くない。はい。ということで、はい。2手目。2手目いきましょう。いやーこれあれだね。うん。どうしようかな。光の精神入れとくか。入れると楽だよ。じゃあ入れときます。うん、アームズリーさん入れの。うん。まあルルカちゃん回復シーンの。うん。はい。でティーラさんはあれ入れた方、うん、ジェクトシュート入れた方がいい？それともそのままクイックトリックでいく？あ、ジェクトシュートを入れるとダークイフリートには弱点水が水弱点なんだ、うん、氷じゃなくて水なんだ水属性水属性なんだ、うん、水が弱点なるほどじゃあ水属性うん入れようそうだねジェクトシュート C のそうそうそう1体だったら大丈夫炎のカゴもしといた方がいいですねあーいいですね水はヒーラーがカバーしたからねですね、うんやルルちゃんまあとりあえず回復するんじゃん、はい、間に合ってんじゃんまだ間に合ってでフリオニールさんがいやもう本当にね怖いわ途中でなんか本気出してくるかねそうよくわかんないけどうんよくわかんないけどっつってよしよしよし力ためたりしたらガードだねエソちゃんこれアームズイレーサー向こうのセイレンの攻撃力魔力も下がっちゃうけどセイレンはデバフ大丈夫セイレンは大丈夫はいじゃあいくよセジル何しようかな挑発しとくでもセジルは守った方がさカバーがかばった方が守った状態でかばってるからいいんだよねそうなの何してもいいんだけどまあ集中してもいいよねもはや集中しようここ、うん、集中しよう私はいつも集中してるじゃあ集中してもらおう、うん、何でもかけといた方がいいからねそうだねとりあえずじゃあいきますはいうわこのいいね守ったいいね守ったいいねいいね守ってルルカ座れたルルカがまあ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 、まあ、今 まだ大丈夫だなはい3ターン目どうしよっかな MP 回復するけどルルちゃんアスピルとか持ってないもんねうんアスピルを使う MP がないよねどうしよっかなこれ3ターン目でもこれ結局たくさんターンかかるから、うんうんもう回復系の子が行かれちゃった時は、うん、アイテムをおとなしく使うのが安全だと思うやる、ね、クリオニールさんとかでやる、ね、少しでも叩いた方がいいキーダーは毎ターン攻撃してないとなんかどんどんターン数が変わってそうなんだよねこっちの消耗がで3ターン目なんで、うんクリオニールさんフィンブライアン、はい、攻撃する、まあ、でセシルとミンフィリアが最悪回復すれば、うん、多分まだ足りると思うんですよね、うんまあ、ただ次のターンで1ターン目だから全部やんなきゃいけないんだよね、うん、だからやっぱあれだもう使おうエリクサおちゃんと光の戦士さん狙ってもらおう、うん、アスピルうざいね本当にアスピルはうざいそこらアイテムはできないけど、うんまあ、とりあえず使っちゃいますで、はい、ルルカは回復するそうそうそうまあこれ運ですからねそうねうん、まあ、フリオニルさんあたりまあね、削られたら最悪大丈夫ですけどセシルとかだったらまだねティーダーのね、うん、MP 回復なのかってなりますけどね、はい、毎ターン何か打たないといけない子がなっちゃうのはきついきついね、うんまあ、フィンブライヤーですねあプレゼントで、まあ、僕を狙ってもらってねなんだっけセシルそれ集中かあれ違うかケアルガか、まあ、入れなくてもいいっちゃいいんだけど、うんまあ、入れとくかこういきますうん、オッケー、ね、ないでもね、この光の選手を光の選手はかばわなくていいんだなみたいなね、やつあるよねそうだねよくある、うん、そんなにかばわなくていいんだけどな、うん、みたいなとこですよね、まあ、よく狙われちゃうからそうなんですね、うん、これ1ターン目なんでミンフィリアがもう一回暗闇入れます、うん、クリオニューさんフィンブライ入れます、うん、やっぱ痛くないねバフと耐性しっかり上げるとそうティーダは水属性入れなきゃダメかうん大丈夫
あ、結構持つ。見た方がいいよ多分。あの、あ、自分のか。うん。意外と持つんだよね。あれな。あ、ちょっとセシルだこれ。右下右下。水耐性？あ、水耐性か。うん、ごめんごめんごめん。大丈夫。これブリッツマインド。うん。いなきゃね。オッケー。お、大丈夫。失礼失礼。いや全然大丈夫。冬かと思っちゃった。冬じゃない。OK。集中。パワーブレイクも入ってるし、うん、まあ特にやることが今ないないよくあるよくあるライブラしとくライブラしとこ、うん、よよよ大人だ大人の緩みとか、うん、大事よ。おお 200% ってなんだよ。やばいよ、全部床かよ。 100% で十分だよ。はい、ということで、はい、強さを実感したところであまり見たくなかったね。見たくなかった。強さは、ね、見たくなかった。勇気づけてもいいけどね。あー、勇気づけるの大事だね。うん、つけちゃおうか。つけちゃおうか。うん、まあ大丈夫ですね。うん、まあ、重ねる分には、うん、良いとこですよ。はい、これ集めた。いや、あ、集めたぞ。バフがかかりましたね。うん、熱を集めたのでデバフしないといけないので。そうだね、デバフします。うん、天下面合、天下面合からのちゃんと打ってからアームズリーザー。いいっすね。天下面護してで、お半物入れさんは一応攻撃入るから、うん、チェクシューチェクシューチェクシュー。水属性耐性、あ、やっぱ4ターンかな、この5ターンかな。あ、水属性フル入ってるんでまたクイックトリックします、うん、でミンフィニアちゃんは、炎耐性上げます、うん、2ターン目だからね、うん、はい、いきます。1、2、3、4、5ターン目でね、うん、5ターンごとだから次のターンでルルカがもう一回あれを入れたい、うん、リフブルを入れたい。怖い。いける。おー、いいね。よしよしよし、 OK。 耐性を立て直そうとしてる。お、痛い。耐性を立て直そうとしてるって何してくんの。うわ、混乱した。ルルカン、ルルカが混乱した。でもまあ痛くないから。痛くない、うん、痛くないけど、バフこんな治る。そうだね、バフがかけれないから。でもまあ、さっき勇気づける使ったし集中かけておけば、まあ、4つのスタイタスは上がって立派だけどね。大丈夫だよね、うん、まあミンフィアが最悪、まあ一応手持ち無沙汰感あるから、うん、打ってもいいけどね、防御精神あげるやつ。そうだね。じゃあ集中も切れてるのから今、うん、あげてもいい。ルルカの混乱はもう治ったのか。見てみた方がいいかもしれないし。こっちか。うん。ただ治ってると思う。なんでこいつ攻撃して治った。うん、どうぞ。はって悪い方か、うん。やっちゃったみたいな。ちょっとよくわかんないけど戻ったんで、うん、よしとしよう。じゃあガードを出しておこうかな。おー、ありだけど多分バフかかっ。てるんじゃないかな。精神かかってないんだよね。ほら、それならセシルでかけて耐性かかってないやつ。あれが耐性はね、全かかりなんだよね、うん、で次のターンです。あの、水が切れる。おー、じゃあいいんじゃないかな。じゃあね、うん、じゃあかけちゃう、かけちゃう。じゃあ朝ガードを出します、うん、ガードを出してセシル回復した方がいいかなと思って。あー、キャルガーして、キャルガー多分足りるっしょ。足りる。そんでもってクリオさんはマウントと、ティーラさんは攻撃して、うん、戦士はまだ入ってるね、水属性。うん、あれが入ってないんだ。フリッツジェクトシュート打っといた方がいいかな。それかもうクイックトリック狙いでずっと打つか。まだ水の付与あるんじゃん。もう今なくなっちゃったんだよね。あ、じゃあかけといた方がいい。じゃあかけます、うん、かけた方が。じゃあゼクトシュートいきます。ヒカセンさんは狙ってもらう。ブレイブプレゼンスする。いいよ、しとこうか。攻撃ワップはしてるもんね。じゃあ狙われます、うん、オッケー、これで、うん、おー、順調順調。あ、熱は集めた。やばい、また来た来たよ。
いいね、めっちゃ順調じゃない？めっちゃいい、耐性ゴリゴリミンフィリアさんですよ。耐性ゴリゴリミンフィリアさんですよ、本当に超おすすめ。これミンフィリアがいないときは闇耐性が結構ね、ズバッと貫通してきて、ういーってなってたんだけど、ズバッと。戦火メンゴさん使えないんで、あのデスペル、うん、あのセームかな。あ、そうですね、うん、フリオニールさんのセームがいいかな。そうだね、うん、そうだか、フリオニールさん全部、あ、これフリオニールも光の戦士もフリオニールもセシルも光の戦士もディスプレイ使うんだ今。光の戦士波動の杖で使えるから。あ、そっかそっか、そう、強いね。強いよ。そしたらフリオニールさん攻撃してってもいいんだよね、別に。そうだね、ちょっといいや、攻撃していこうか。あ、でもディスプレイするなら光の戦士はあれやった方がいい、ね、あ、そっか、アーマーイレーサーアームズイサイエーサー、これややこしいよね。ややこしいわ、なんか攻撃力魔力下げるやつみたいな。じゃあセームして、そうだね、先打ってからクリックトリックセームして、オッケーオッケー、セームして下げて攻撃して、で、いい、いいからの、ちょっと待って、これ今何ターン目だ、今闇が切れてるから、闇が足りてない、闇切れだから、素晴らしい、闇の加護を打つ。完璧だね。完璧やで。わかる、なんとこ。あれ、防御入ってるね。一応入ってるね。うん、こう防御も精神入ってる。攻撃も入ってる。バッチリ。いや、ミンフィリアさんマジ強いな。いや、マジ強いんですよ。マジ強くて。全然痛くないね。めっちゃ感動ですよ。うん、やることないもん。なんかミンフィリアやることないもん。時代を変えたそう。セシルのやること、今ちょっと今、何しようか。そうだね。俺何しようかな、みたいな。で、完全なる。え、すごい、ウィンウィリア時代を変えたね、闇精霊の。やばいね。あ、今水属性入ってないからルルカがウォーターバリアしときます、ね、 あ、 いいね、あり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 、危ない危ない。しかもこのパーティーだと結構なんか闇属性耐性と火属性耐性はミンフィリア頼みだけど、うん、水はルルカとティータが両方使えるから、そうね、どっちかが何々してるときどっちかが何々みたいなことがね、そうできるので結構よきよき。誘惑された、誰誘惑されるんだ、大丈夫、フリオニールさんが来るった、危ねえよ、あー、大丈夫ねえから。でもミンヒリアちゃん何が言ったって、ね、うん、これできるんですよ、後方支援出たー、これ強いよね、混乱解除できるんですよ、してあげなきゃでしょ、うん、危ないもんねこの子、うん、ただ今なんかちょっと次強い子いきそうだけどね、マジなんか今HP 私ちょっと文字見逃しちゃったけど、多分強いの来る感じのフラグ立ってた気がする。マジ。からちょっと、うん、セシルで回復して一回様子見ガードをした方がいい可能性が高いかもしれない。そんな強攻撃くんのか。じゃあ火属性耐性を上げよう。上げるじゃん。セシル回復するじゃん。ルルカちゃん。殴る？ルルカちゃんあれじゃん。あのミカ、あ、ミカすればいいんだ。そう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 。これでいいじゃん。そうそうそう。危ねえ。オッケーオッケー。これだ。ナイス。なるほど。火属性耐性上げる、はい、ダイヤルが打つ、ダークフリーとかあれですね、直す、おい、はい、完全回、いいね、大丈夫ですね、あと、うん、お伺い、全耐性入ってる、入ってる、精神入ってる、あずいー、入ってる、ちょっと MP 回復入れてもいいかもね。そうだね、入れとこう、なんかちょっと大人の余裕よ。徐々に回復して、うん、これ大事だね、アームズイレーサー大事だね、アームズイレーサー、アームズイレーサーのデバフっぷりマジ強いから、ね、やばいからマジ。そして耐性上げたらもうもうもう、しかもアームズイレーサー両方に入るからね。ね、あ、でもあれか、精霊効かないんだデバフ。あ、じゃあアームズイレーサー、え、敵全体全体、そっかそっかそっか、そうそうそう、精霊効かない子なんだ、もともといいね、なんて子だ、もう完全今一回一旦休むかい、あー、やべえ、入れてよかった、危ねえ、レジストよ、この、よし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 、やばいでしょ、レジストよ、うん、オッケーオッケー、はい、あー、もう余裕ですよ、全部入ってる、防御精神上がってる、上がってる、光の精神吸われちゃったけど、うん、もはやいいよ、もはやティーダ入れたから今、うん、水属性なの、 MP 上げ入れたから、入れた、まあ待ちでもいいですよ、まあエースオブザブリッツしてその後クイックトリック入れてもいいけどね、あー、ありだけどね、あ、でも属性耐性、はい、え、もう切れてない？不要、今、あ、さっき入れた、あ、切れてるね、うん、からじゃあ入れようか、付与してから、付与してからジェクトシュートしてから、うんうん、まあまあ余裕があったら、まあ削っちゃってもいいかもしれないですけどね、うん、ここまで来たら
じゃあフィンブライヤー。いやー緊張するね。やばいよ本当。ドキドキしてきた。ちょうど攻撃バフ切れてるから、うん、セシルセグリッドガード入れておきましょうか。攻撃はつかないけどねセシルのやつは。え、つかつけそう。え、つかなかった。つかないつかないつかない。攻撃防御精神。あ、本当だ。私防御精神だけかと思ってた。まずセシル超一般のだな。奇跡だ。セシル。そうだった。そうね、うちのセシルの、うん、やば。レベルやば、リミットバースト。やばいっしょ。7%だってかこれ。やばいね。やばいっしょ。まあそんな感じです。全部バーストプロット食わしてっからね。やばい。愛だから。もはやこれ愛。愛だね。よしじゃいきます。まあとりあえずセグリットカード入れました。はい。はい。でルルカちゃんは回復します。はい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 。うわー緊張してなんかドキドキしてよく分かんなくなった、ね。そうなんだよそうなんだよ。全部耐性入ってる、防御精神入ってる、うんうん、攻撃バフ入った。入ってる。まあ、力選手ちょっと今 MP ないんで、まあ、回復してもいいけど殴れば殴ろうか、うん、もはや強いから殴りに行こうか、うん、オッケー殴りに行こうかで、そうそうそうそれちょっとね大丈夫だよね見ることないよねミンフィリアちゃんもね今ね若干やることないんですよねそれがもう次闇耐性多分切れるから、はい、防御精神上げるやつ打っといてもいいけどねほう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 一旦多分早いけどガードボーダー、うん、打っとこうかあでも今セシルが防御精神上げたから、うん、特にやることなかったやっぱりそうだねなんか闇打っとバフ管理がみんなできるから暇になるねそうなんだよ闇カボ入れとくか先になんかあってもいけないからねちょっとずれたら怖いからね、はい、で殴りに行こう OK オッケーオッケー次いけそうじゃない、はい、どうしたいやいいねイケメンか見て、やばくない何これウィンフィリアマジ強いよやっぱ時代変えたね変えたよえここであれですよデスプレイしないと敵がおこあれだよ怒りの中のあれ今だ溜めているみたい溜めてたかデスプレイしよう、はい、フリオニールさんがじゃスイム入れてもうこれクイックトリックで削れるんじゃないかないや微妙か微妙だねワンチャンなんかこうめっちゃ怒っているって言われてやばいねあじゃあ、まあ、デバフは入れるんですけどエースオブブリッジやってみるやってみようか見たいしデバフ入れてからねデバフ、ね、デバフじゃないデスプルデスプル入れて入れてエースオブブリッジ入れて多分死なないと思うんですけど、うん、でカリナ選手さんをどうするかだな MP がないからそうなんですよ、うん、自分に MP かけてT だ一回そうエースオブブリッジしてやって、うん、次なんか行こうぜみたいな感じでもう甘めいけさみたいなよっこしょよっこしょはいで水属性下がった、うんうん、今闇属性入れた炎はい対策入れた水属性対策もうこのバフバフよバフバフよオッケーもうちょっとで足りないってなるよいろいろねうん、うん、そうそうそう本当にそうよなんで回復はいやしなくてもいいぐらいな感じですけどねそうだね、うん、もはやすることないねそうもはやねいいんじゃん MMP アイテム使ってあげたらそうだね、うん、インフィリアちゃんがじゃあちょっとエーテルターボとかを光の戦士さんとかに入れとくそうだねでもはやねこれでも私思うんだ、うん、ブレイブプレゼンスしたらどうせ MP 吸われると思うんだ間違いないじゃあいいんじゃないか、うん、やっぱりそうだね、うん、そうしようよしじゃあ全部カード殴るか殴ろセシルも殴りに行くか、うん、ミフィアも殴るか殴りに行こうやることないよね本当にうんバフ管理がね完璧すぎてやることないちょっとでも意味ない回復とかしたもんね、だって光の選手バフでバフルルカバフミフィアバフセシルバフだからねああ見て見てよこれこの安定感よミンミリアが出る前はさっきの攻撃マジ強攻撃だからねそう闇属性耐性アップよこれこれでねティーダークイックトリックで終わるんじゃないかなあーだっ付与されてるよね今はい水属性付与でしかも元のあ敵のね全部切れちゃってるからそうだねうんうんまあでもこれで倒せたらうん別にあれだよね下げる必要ないもんねそうだねデバフする必要ないので、うん、そうしたら光の戦士でさうん防御のやつ下げちゃえばいいんじゃないの行っちゃいます暗黒のささやきだけどやばい、ね、MP 足りないから誰かフルブレイクでいいじゃないですかいやいやいやフルブレイクだと多分、うん、あのここ下がり度合いがさあダメか低いからやばいやばいってなるじゃあ本気で下げてくる、うん、本気で下げてくる MP ちょっと待って切れてないよね
あ、切れてるわ、いろいろ。いろいろ切れてる。うん、倒しきればでも、一旦水いらないや。セシルだ、セシルで回復しよう。あ、そうだね。うん、セシルでエンデルターボして、するじゃん。うん。ヤミ戦士。はいはい。何これ、心の余裕から生まれるナメプヨ。ナメプね、これね。こんなことしちゃダメですよ、うん、危ないよ。本当はちゃんと普通にやらなきゃいけないんですけど、なんかちょっと見せ場がないとね。そうだね。じゃあデバフ入れますよ。オッケー、デバフ入れて、はい、アーマイルさ、オッケー、下がった、はい、みんなでバッと、はいはいはい、いっちゃいますか。はい、いく。そうで、これで削り切れなかったら笑うけどね。笑うよ、今の30分泣きものだと思う。でもこういうドキドキあった方がいいじゃん。いい、やった方がいい。我々もちょっとドキドキしてるけど、ね、うん、フィームライヤー、いくよ、うん、いくよ、いいよ。ルルカは絶対ね、ウォーターバリアを入れとかなきゃいけないですよ、うん、あ、それかミンフィララを入れればいいか、ね、倒したらちょっと様子を伺おう。うん、いくよ、いってくれ。うわー、やばいわー、なんでこんな怖いことしたんですかね。これさ、1ミリでも残ってたら全部ゼロだからね。オッケーオッケー。で、これね、今度はバフ管理が1個減りましたね。そうですね、はい、火がなくなりました。あ、間違った。がえ、でもイフリートがいなくなると、うん、ダークセイレーンの使う属性がちょっと増えるはずなんですよね、確か。なるほど、うん、ちょっと調べさせて、調べさせてくれ。あ、火使ってくる普通に。2、うん、じゃあ全部ずっと必要ってことですね。そうそう、なるほど、ここまで行ったことない。よし、じゃあ行きます。じゃあ火属性アップして、うん、で、ウォーターバリア使ってます、ルカちゃんが。そうだね、最初の全体性これで OK なので OKOK だと思います。だからここが重要だね。もうね、憑依した、やばいよね、やばいね。もう1個桁減らしても全然足りるでしょ、これだってさ。この回復をさ、なんか両方削っててさ、見ちゃった 日にはさ、ブワってなるよね。なるね、つらい。みたいな、2人同時に倒すけど同時だよ、ってなるよね。まあでもこれ、このターンは何もしてこないよね。ちょっとまず、まあまあまあ、お休みターンでもありますね。そうだね、はい、火力のある人はよくダークイフリートを、うん、まあ、ワンターンで撃破して怖い、ダークセイレーンをみたいな人も中にはいるみたいです、ね、なるほど。まあとりあえず、はい、すごいバフがかかってるんで、無念が憑依しちゃったので、うん、デバフします。デバフってかデスペルします、はい、で無念が憑依したんで、うん、今度はこの子が火属性も使ってくるから。なるほどね、注意ですね。なんてやつだ、なんてやつだ。はい、ちょっと待って、今いろいろバフバフが切れてるので、いろいろ切れてね、ちょっとルルカが、ディープブルー、OK、これ5ターンなんでディープブルーします。フィルニールが解除します、ね、うん、まあ水属性付与しても意味ないんで、ティーダはもうクイックトリックですかね。そうだね。あ、でもあれか、 MP 回復なくなってるから MP 回復しとくか、うん、結構でかいですよね、うん、じゃあブリッツマインドして、はい、しときます。はい、で、まあ、なんだろう、やることない。ちょっとあれか、アタックコールでティーダの攻撃力かけちゃうみたいな。なんか暇なくライブでもしてみたら。そうか、あのデスペル忘れないように。あ、デスペルね、フリオリンさんだから。あ、はい、あ、オッケー、完璧ですよ。あ、でデバフは入るのか、フルブレ入れてもいいんじゃん。いや、入んない。入ってたよさっき。嘘、うん、あ、じゃあ入るか、入った、入れて大丈夫だよね、うん、精霊は大丈夫なはず、ね、このグダグダ具合よ、こうなんか行っちゃおうぜみたいな、良くないはずなのにね。そう、確か大丈夫だ。でもね、なんか実際セイレーンはぶっちゃけ耐性さえ上げれば、うん、魔法だから。なるほどね、オールオッケーなんですよ。オールオッケーね、うん、多分ね、全部のデバフ解除してくるとかないから、確か、はいはい、こうなんか陶器火に攻略したこのふわっとしたやつ、ほらデバフ入るんですよ。あ、入るんですよ。あ、オッケーオッケー。この攻撃バフは入んないんだけど、うん、デバフは入るので、防御精神、防御精神上げていこう。そうで、キャルがしよう、攻撃を、うん、いやー、手上げてアタックコールして攻撃、あ、違った、攻撃じゃなかった、これは回復とか危ない、危ない、危ない、水属性上げてたよね、今出たと思ったけど、防御精神も上げてたのに、いきなり来たよ、ね、デバフしたのに2000とか食らったね。うーん、そうだね、 MP もなくなってるから全部入っちゃったんだろうね。入っちゃったね、うん、入っちゃったね。やばい、他の戦士がちゃんとプレイブプレゼンスすればよかった。ああ、まあしょうがない、まあしょうがないね。ちょ、これミスだから、みんな真似しちゃダメ。はい、じゃあちょっと、でも強敵あるあるですよ、
立て直す。思いのほかいっぱい入っちゃった。思いのほかいっぱい入っちゃった、うん、立て直します。まだ入ってるよね、全部バフ。ミンフィリア闇か、闇が切れたから、うん、光の戦士がフェニックスのかな、うん、ミンフィリアが闇属性耐性アップ。うん、待ってた。あ、待って待って、これ待って、やばっちゃー入らなかった。くそー、ごめんなさい。やばい、これ死んじゃうと結構危ないんですよね。そうだね、回復しないとまずいから。もう最悪。ティーダ水属性もう一回打っとく。対戦だね、しないとまずいよね。せめて何かかけておこうか。もう4人か。泣き者、泣き者。あ、フリミーさん狙われてない、狙われてない。あ、オッケーオッケー、レジスト。はぁ、さよなら。やばいわこれ、泣き物だわ。フリミーさん忘れよ、一旦。ちょっとごめん。うん、これ復帰を待つより5人でやった方が早い。早いね。うん、ちょっとじゃあエリクサ打たないと。ちょっと待って、無駄くなってきた、すごく。非属性耐性入れなきゃいけない。うん、入れなきゃいけない、うん、入れなきゃいけないものをセットして、ティーダがティーダ攻撃一回打ってもいい、打ってからですか、うん、攻撃しといた方がいいね。ティーダを絶対攻撃しないとどんどん倒すんだ ね、 ね、だほな。心身防御攻撃ステータスアップ入ってる、はい、火だけだよね、あと短大の。そうだね、火だね。ちゃんと火は入れる。はい、で、いやドキドキしてきた、うん、惜しいな。うん、ブレイブプリセス打てない。誰かが回復してあげようか、ノルカが。した方がいいね。うん、ちょっとちゃんと狙ってもらおう。狙ってもらおう。うん、オッケー。でティーダーは攻撃するんじゃん。うん、うん、残ってた。あー、オッケー、オッケーで進む進む。セグルドガードしよう。うん、うん、大事大事、これ大事よ、大事よこれ。うん、痛いから大事。あ、スキルいいよ、もういい。オッケー、オッケー、立て直し。ちょっとこれ、あ、ね、今回カフいらないからね。いらないですね。バフ見て、火、水入ってる。じゃあティーダーにカフ闇も入ってる、してあげましょうか。うん、ティーダー攻撃バフ入ってるね、入ってるね。うん、アイテムかな。敵全体ダメージ、味方全体の防御精神、あ、魔力精神アップだって、やばいね。強いよね。しかもあれだよね、なんかヤシトラ出てくるよね、確かね。この赤月のイメージ、へー、可愛いんですよ。ちょっと暇があったら見てみたい気もする。またギリギリの削り切れるときにやろう。そうね、削り切れなかったら切るけどね。わ、どうしよう、光の戦士全然発動しなくない、あれ。どれ、容姿回復ってやつ。あー、光の戦士、なんでだろうね、全然回復しないよね、さっから、うん、おかげでカバーに行ってないからじゃない。あ、なるほどね、カバーに自分が狙われてセシルが、なるほどね、かばってるからダメなんだ、うん、意外と私これやってる時は、うんうん、なんかダメージ集めない方が良かった。なぜならばなんかセシルと光の戦士が、うんうん、カバイに行く可能性が高いのに、なるほどね、なんかセシルが光の戦士に行く可能性が高まっちゃうから。確かに確かに、そういうことか。まあ持論だからなんか何とも言えないけどね、この辺は。なるほど、とりあえずまあまあまあクイックトリックは確定ですよ。確定ですね、何が起きても。まあ回復しなくていいんだけど、回復しなくていいんだよね。しなくていいと思う。攻撃する、精神上げてるよね。うん、上げてる上げてる。そうね、さっき言ったもんね。あ、ガードでもいいんじゃないかな、もはや。ガードしよう、うん、ガードしよう。よし、おー、いいね、2球戦になってまいりました。まさかの、まさかの、おまいかーい、おまいかーい。しかもエリクサー使ったのに、おまいかーい。そうだね、クソ、でも使うしかないから。これがあるなら光の戦士は集めといた方がいいのか。そうだね、一応ね。くぃ、しかも13回、もうちょっとだよ、もう一個だよ、もう一個。フリブプレセス、ほら、ほんとだ、にょっ、うやっ、こういうの悔しい、悔しいね。アスピル剣とかあったらシュンかもね。確かにアスピル剣も出しとけ、うん、わかりませんし、アスピル剣っていう手もありますね、うん、とりあえずね、うん、
ルカちゃんレイズあったわ。なんでレイズ持ってんだ。普通にレイズ持ってんのか、うん、ルカちゃん。とりあえずティーナにアイテムは確定だね。水が切れてるわ。水も闇も切れてるわ。それかけた方がいい。闇は最優先だね。水も優先だね。やるか。一応ミンフィーだよね。いや、バフかけるならやない。ティーダ攻撃させたい。非化繊がどうせ13だか使えないからもう回復しちゃうかな。 OKOK。 だからまたティーダ取られるかもしれないだよね。だからあ、そっか、でも光の戦士、そっか、まあミンフィーは大丈夫かな。そしたらセシル、そうだね。うん、行こう。いいかな、これ、うん。あれかな。あ、そっか、耐性下げても無駄なんだ。無駄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 。やばい。あ、いいターンでしたね。いいターン、ね、お休みターンでしたね、うん、はい。なんで次はちょっとデバフをプルーみたいなやつくる。プルーみたいな、はい、ね、寝ちゃうやつね。寝ちゃうやつね。寝ちゃうやつね。伝わってよかった。うん、寝ちゃうやつで、スピルシュルシュル寝ちゃうやつでしょ。どうせ寝ちゃうもんね、寝るときは。うん、寝るときは寝ちゃう。やれることやったほうがいい。そうだよね。うん、とりあえず光属性アップする。逆に言えばアスピーの心配なんかね。そうだね。ティーダ攻撃する。うん、シシルデスペルしてから下げるのもありだね。あ、なるほどね。うん、デスペルしてデバフ入れて。あ、じゃあちょっとシシルさん、あ、どうしようかな。まあ、デスピリでいいや。デスピリ使うんじゃん、魔法。で、エッピだね。まあ、ルルコは非化繊回復してもいいけどね。確かに。それか、ティーラ一回 MP 回復入れとく。あー、みんななんかなくなってきたから、それもあり。じゃが。じゃが。もう削ってった方がいいか。攻撃したいのは間違いない。じゃあ、デスピリする。消耗性になってしまう。アスピルがあるから敵の消耗戦にはしたくない。確かに。アスピルあるわ、光の戦士。すごい。てこ。緊張からのあれ。あ、微量合わせなかったな。うん、しょうがないな。もっと吸えるかと思ってた、体感。うん、まあ、ないよりは。そうですね。ちょっと一回。ティーダ、攻撃します。うん。やっぱ全然入ってると違うね、デバフ800アンテムネットボイス寝た。そうだ。いやまあ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 後方支援がありました。うん、起きていただいて大丈夫だよ。起きたターンは動けますからね。うん、起きたターンは動ける。で、ルルカ回復するじゃん。うん、いいですね。うん、で、起きたターンは動ける。手だ、手だ、クイックトリップ。デバフが入れられないのが辛いんです。そうなんですよね。今でもバフも入ってないんだよね。集中しようか。そうね、集中して、うん、もうちょっと吸っとく。吸えるかな。まだ行ってみる。いけると思います。行こう。集中した方がいいよね。入ってないもんね今ね。うん、入ってない。てかデバフ耐性上げるだけでこんなにってすごくない。すごい。うん、この耐性力。ミンフィリア吸われた。バフなくてもいいんじゃないのってなるね。その耐性バフだけあればっていうぐらい強いね。そうなんですよ。あ、ミンフィリア、うん、そう。ドラクセイヘン、やっぱさ魔法さんだから相性よ、ね、ミンフィリアさん相性よね。はい、はい、じゃあちょっとミンフィリアさん亡くなっちゃったんですけど、この闇属性と水が切れてるので必ず入れなきゃいけない。つまりですよ、つまりメインフィギュアを回復しないといけない。そうですね、はい、MP をちょっとエーテルターボにしとこう。うん、ケチってこう。ケチってこう。まあ HP はマックスなので。うん、すごいね。全然違う。ミンフィギュアやばいね。私まだね、あのミンフィギュアの足でトライしてないんですよ。ああ、いや、ミンフィギュアの足は結構ですよ。そうだった。辛かった。うん、おえーって感じだった。あの、マリーちゃんとかいないからさ。あ、そっかそっか。おえーってなってた、うん、もう死んじゃうってなってた。もうティーダを攻撃してきます。はい、
ルルカが水属性上げて、うん、水だよね、水属性上げて闇を上げて、デバフ入れよう、入れよう、うん、デバフ入れます。アームズ甘い、違うか、甘い入れた、入れ、入れちゃう、はい、はい、入れて、違う、全然違う、削れますね、全然違う、OK、 あ、やばい、上げてきた。まあお休みターンですよ、お休みターンですね。でスペルしてまた入れないんだね、うん、火切れたかな、もうこの毎回確認よ、もう忘れちゃうから、うん、いい、火確認、火入れる、火入れる、いやミンフィリアのこの全体バフ結構この MP が軽いのがすごい使いやすいですね。そうね、なんかこういうガッて上がるバフとか、うん、ガッていく攻撃とか、うん、ガッていくデバフって45コスがね、うん、45MP 消費が多いところが、ところが、ところがどっこい22、そうなんです、回しやすい、なんて使いやすい、なんて素晴らしいバフなんだ、パニック精神アップだから。ルルカ、あ、でも、どうされるね、魔法攻撃だから防御を上げなくていいんだよね、うん、特にやることが、そうね、チェシーが絶対デスペルするじゃん、うん、まあ、とりあえず絶対のものは打っておこう。まあデスペルしてあれかもね、ルルカがデバフエーテルターボを補選にして、テルセンサーにして、アミ、あー、アーマーイレーサーをする、シュル、シュル、クイックトリック、クイックトリックってる、よし、オッケー、もうすぐですよ。やばい、変な人食らわないで、変な人、おー、いいね、オッケー、オッケー、オッケー、素晴らしい、スイヤー、スイヤー、いいところにスイヤー入った。よし、起きて、起きて、はい、起きて、おはよう、おはよう。キンキン、これもあれですね、クイックトリック確定じゃないですか。そうだね、はい、確定なものはもうね、あ、バフ精神アップするから水流メール入れちゃおうかな、うん、うん、ちょうどいいので。あ、でも光の戦士さん起きて、起きるかな、次セシルはエスナ持たせてる、エスナは持ってない、殴る、殴ろ、殴ってもいいか、うん、起きてもらおう、起きてもらおうか、起きたらかばうから、起きたらかばうね、うん、じゃあ一旦はい、っとおはよう、おはよう、おはようございます、おはようございます、はい、じゃあいいですね、はい、これで水流メール、あ、素晴らしい、 OK、 ほんで光の戦士は、あー、うーん、あれだ、勇気づける、勇気づけよう、うん、でティーと殴る、これよ、全開状態でバフかかってる、バフかかってるクックトリック、うん、ただ消耗性になってきたことは間違いない。やばいな。みんなの MP が、そろそろ、注意でござる。な、何した今。あ、アップしたまた攻撃。あ、どうする。いや、もうこれはですね、ティーダが絶対回復じゃないですか。うん。ティーダは打ちたい、デバフよ。正直。そう、デバフ。デバフする。バフも打ちたい。優先順位高いものからやろう。そうだね、確かに。ちょっとね。バフ、耐性が。まあでもこれあれでしょ、あべ。ミンフィリアちゃん、みんなが、きついね、やっぱ MP アップ打っときゃよかったね、さっき、うん、ちょっと待って、でもルルカちゃんはいらないし、光のセンスもまあまあいらないから、じゃあエーテルターンと、でもティーラも打ちたいじゃん、うん、だからミンフィリアに多分 MP、 MP かしてね、ティーラに MP で攻撃とバフかな、じゃあミンフィリアにエーテルターボさん、うん、やべ、ルルカはあれだった、水属性アップするかった、あ、でも全然、いや、サブリティーラが次水属性アップしないと入ってないから危ないよね、一旦ならまだいける、いける、うん、だって水属性が3個バーってきたらもう見に行ったけどじゃあ闇、ミンフィレ闇、うん、闇の方が痛い気がする、闇にいるセシル、うん、デスペルかな、デスペルする、うん、デスペル、光の戦士は回復、うん、ウィルサいいよ、さあウィルサ、はい、じゃあクイックトリック、うん、耐えてくれよ、マジで耐える、耐える、他のバフ全部入ってた、おー、ナイスナイス、いいですよ、
いやーいいね、すごいね、2人すごい寝るね、さっきからすごいね。こう欲しいよね。まあまあまあ入れる、うんうん、すごいね、なんかサクサクだね。感動する今、うん、すごい。私も結構あれだよ、アイテム使っちゃったし、うん、まあでもまあそんなにトランスもがっつり積んでないからっていうのもあるけど、うんうん、アイテム使っちゃったし、ちょっとさっきから不良ニーナさん倒れたんだし、ちょっと若干結構ショックかけてる。あ、クラスミカがよく5人で倒してんだよ。そうだね、うん、もう初めてだから私これ。そうなんだよ、トライが言っても許して、初めてで勝ちだから、うん、いやこれやばい、炎が入んない。まあまあまあ、まあ、水属性入れとく。ティーダー、ティーダーもともとね水属性耐性高いから、逆に言えば2ターン耐えれば、ね、じゃあむしろクイックトリックの、うん、ウォーターバリアのキャルガーとかにしようか、うん、よく、あ、キャルガー使えない、キャルガー、キャルガーでいいか、いけるか、本当か、あ、ルルちゃん起こさないとか、あれでもいいけどね、リミットバースを打っちゃっても、もはやターン数長いから、あ、セシルの、なるほどね、うんうん、セシルは上がってんですよね、多分耐性が入ってないんだよね、まあいいか、まあ上書きになっちゃうけど、とりあえずあれだね、光の選手起きてくれないと守らない可能性、うん、だからルルカが回復する、うん、光の選手起こす、うん、セシル打つ、うん、火も水も入ってないけど大丈夫かな、耐性いけるよ、いける、だってあと3ターンぐらいで終わりよ。他の2人、あの光の選手は MP 回復した方がいい、アスピル、あ、アスピル、もう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 ですよ、ほんと怖いよ、もうもうもうですよ、ほんと、うわ、ピッされた、あー、耐性ない時のダメージすごいね、結構きついよ、うん、でも打ってくよ、うん、それは打った方がいい、うん、光の選手のあれだね、アーマーイリサーがないから、そうなんですよ、削り切るのが、てか闇だけいってればまあ大丈夫だね、精錬は、うん、大丈夫かな、そう、今光の選手いったからバフはもう絶対最後まで大丈夫だし、うん、もう心配だから耐性、火の耐性とか、とか水入れとか、うん、水入れて、水入れて、まあ、回復して、うんうんうん、回復して、光の選手のあのバフ入れとくか、うん、あった方が、じゃあセシルが光の選手さんを元気出してって言う、エリクサーワンウィン、ダメだな、もったいないね、そうね、ティーダが座れる可能性だもんね、うん、ティーダここで座るからマジえーってなるから、なるよね、チェリちゃん持ってるってなっちゃうから、そうだね、ちょっとそれは危ないかもしれない、まあ、ティーダがここで一応ウィリッツマインド入れるっていう手もありますけどね、いやー、いや打っとこうか、打っといた方がいい、クイックトリック、トリック、じゃあ攻撃でセシルと光の戦士さんを攻撃しに行きますか、うん、デプロテっていう手もありますけど、いやいや下げ、入れとこ、入れとこ、入れないよりはいいからね、そうだね、実際この消耗戦やばいね、やばいよ、でもこれ入れると次デスペルかける人がいないんだよね、まあまあ、あ、エーテルがあるわ、うん、いやもうですよ、あーすごい、あーレジスト、もう余裕ですよ、よし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 、あ、これいったんじゃん、これもリピートで、いや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 、本気でいくよ、いいよ、大丈夫だよ、倒せるよね、倒せる、倒せる、お伺い立ててるんで、あ、いいよ、お伺い一回見て、お伺いね、うん、考えよう、おー、いけた、初見プレイですからね、いやー倒せた、よかった、エフリートの爪ゲットしましたね、これも耐性上がるし攻撃力上がるし、うん、すごい、めっちゃ使える、強い、悔しいわ、これ欲しいわ、体験装備とか精錬のロブとか全然取れなかったよ、まあ最初はそうですよ、まあ、そう最初はそうですね、うん、ちょっともうちょっと積んでいろいろ、そうだね、うん、まあまあまあ、はい、トラマス積んでないトラマスもあったんでね、はい、結構まあやりたいですからね、うん、次回はちょっと本気でちょっと自分でトライしてやってみたいと思います。
ですが、まあ、こんな感じですね。はい。いやでも何が強いってミンフィリアがやばかったって。ビビったマジ。ミンフィリア強い。だからマリちゃんも使ったら強いかもしれない。でマリちゃんは強いだろうけど、うん、持ってないから分かってないでもミンフィリアのすごいところは、うん、あの自バフもバフもできるしデバフも、うん、あデバフはできないけど、うん、相手のデバフもできるか。自分のバフ防御精神アップもバフもできるし攻撃力アップのバフもできるし味方に、うん、で体勢も上げられる体勢も上げる で体勢の上げがかなり高いで上体上コスト低い上体上直せる、うん、ただね白魔法装備できないですよ。だからキャラは装備できないんで私はハッスルダンスを持たせてたっていう、そうだね、まあ、ハッスルすることはなかったっていう。そうだね、いやでもあの正直そうバフとしての活躍としたらもうエッジが立ちすぎて、そうですね、使いどころ今の使いどころでいったらもう一番すごいやつですよ。もう回復いらないもんその子打ってたってなっちゃう。そうだね、キャラぐらいで足りるよってなっちゃう。そうですね、ちょっとなんかまあいろいろミスってフリオニールさんがねちょっとお亡くなりになっちゃったりもしたんですけど、まあ、ご愛嬌ですよかなりね、まあまあまあこんな感じですね。はい、いやほんとちょっといろいろミスったとこはねちょっとあったけど悔しいね、うん、あとなんか水属性耐性打った後にもう一回水属性耐性 MP カフ打っちゃったりとか、うん、なんかもったいないとこもあったんですけど、まあ、とりあえずこれ闇フリートと、静電は、星5排出キャラなし、うん、あとまあまあまあ星5キャラのトラマスなし。そうだね、うん、フレンド以外はフレンド以外は、はい、ということで、まあ、ミフィリアちゃんで倒すのが一番今はいいっすよ。いいと思います、うん、まあ、マリちゃん持ってない人もね一般たくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひミフィリアちゃん今度は使ってあげてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ツイッター公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。動画の更新通知が届きます。ではまた見てくださいね。バイバイ。